SU-152 SU-152 SU ロシア語スーストーピジスヤードドバーはキロボルト -1S のシャーシに固定戦闘室を設け 152mmML-20S 榴弾砲を装備した自走砲である1943年3月より量産が開始されドイツのティーガーパンターといった新型重戦車を フルスク戦において撃破したことにより、野獣ハンターを意味する、ズベロボーイ、ズビラボーイと呼ばれるようになった。ただし、ズベロボーイには、音切りそうという意味もあり、その後のソ連自走法が、草花の愛称で呼ばれたことを考慮すれば、SU-152 の愛称も、こちらの意味であった可能性もある。その後、後継車両の出揃う1950年代まで、ソ連軍で運用された。 ソ連では1930年代からすでに不評支援用の自走砲として T-26 系戦車の回転砲塔を外した車体に元々の搭載砲である 45mm 砲より大口径の各種砲、76.2mm 砲、122mm 砲、152mm 砲を搭載したものを試作、生産していたとされるが詳細はよくわかっていない。 1939年冬から1940年春のフィンランドとの冬戦争において固定戦闘室を持った十字装砲の先駆者として t 1 1 0戦車に 130mm 砲を装備した SU-100Y が対人機専用として作られたが投入される前に停戦が成立した。1941年の独ソ戦でモスクワ全面で投入されたとも言われるが、 実戦記録はない。一方、キロボルトマイナス -1 の車体に回転砲塔を搭載し、152mm 榴弾砲を備えたキロボルトマイナスには、ソ連軍がフィンランド軍の防衛陣地、マンネルハイム戦を突破するにあたって、重防御と効果力を活かして大きく貢献した。このため、新型砲塔が開発され、量産された。 1941年の独ソ戦開始まで、砲兵部隊との兵器の所属をめぐる圧力により、しばらく固定戦闘室式自走砲の開発は、頓挫していたが、当時ロシアの仮想的であったドイツ軍では、固定戦闘室式の3号突撃砲が、不評を支援する対人地戦から、対戦車戦まで活躍していた。一方、回転砲等式のキロボルトマイナスは、火力支援だけでなく、 対戦車線に投入され、初期こそ前線したが、重装甲の回転砲塔は、平坦なところでないと旋回できず、機動戦の障害となり、損害を増やすことも多かった。さらにロシアは、ドイツ軍との初戦において、大損害を負い、工業地帯も東部に移転するという状況に置かれた。ロシアは、一両でも多く、前線に強力な火砲を搭載した。 戦闘車両を送る必要があり、その点、固定戦闘室式が生産性でも、より強力な加砲を搭載する上でも有利であった。そこで、デニングラード、原産クトペテルブルクから、チェリアビンスクに疎開した、キーロスキー工場において、固定戦闘室に 45mm 砲や 76.2mm 砲の複数砲を装備したキロボルトマイナス6とキロボルトマイナス7が開発されたが、 採用には至らなかった、キロボルトマイナス6については、火炎放射型とする資料もある。試作車両の設計には明確な目的、運用の思想を書き、車両を見たスターリンは、他方当選者の時と、同じく、複数法でなく、単独だが強力な法が必要だと判断を、下している。1942年終盤から1943年初頭。 ドイツ新型重戦車ティーガー出現の脅威とスターリングラード攻防戦における重火力支援が不十分だったこと、英語サイトにこの新設が唱えられているにする解決が図られた。この新型車両の開発は、コーチン主任にシ以が担当し、キロボルトマイナス 1S 重戦車をベースにした自走砲として 203mm 榴弾砲を 搭載したキロボルト -12 と 152mm 榴弾砲を搭載したキロボルト14の開発が開始された。しかし、これは実用上の問題があり、キロボルト -14 に絞って開発が行われた、キロボルト -12 については、通常のキロボルト -1 を改造した、化学専用車両とする資料もある。ソ連の公式戦士、第二次世界大戦士によれば、 わずか25日で設計が完成したとされているが、それだけ短期間で設計が完了したのは、その時点で、すでに設計が、ほぼ完了していた、前日の V-14 を原型としたためである。本社が搭載した 152mmml-20S 榴弾砲は、弾頭重量 48.78kg の、鉄鋼榴弾 BR、BR-540 を、 初速秒速655メートルで発射し、距離1000メートルで120ミリメートル、2000メートルでも110ミリメートルの直立後半を貫徹することが可能で、車体全面装甲が100ミリメートルの D ー中ー戦車の装甲を貫徹というより弾量効果により確実に破砕することができた。また、ケイニ日スティーーの装甲であってもこの巨砲の砲弾質量にはしがたかったらしく、 という事例まであるという。しかし、発射速度は分離薬強式ということもあり、1から1.5発、んで、搭載弾薬も20発分しかなかったことは、欠点であった。本社の全面走行は 75mm とやや、不十分であり、ISU-152 では 90mm に、強化された。照準機は、関節照準のオプティカル照準機と、 同軸式直接照準のテレスコープ照準機、ST-10 が装備された。通信用 20RK-26 送受信機、車内コミュニケーション用にトップ -3 通信装置が得られた。本社は1943年2月14日に正式採用され、3月から量産に入り、5月に最初の部隊編成がなされた。これらの車両は軍、または、 方面軍直轄の独立十字総法連隊、アツップに配属された。生産が整わないために、SU-152 は4個中退3、12両プラスキロボルトマイナス 1S 式関用車両1で構成された。7月のクルスク戦では、本社を装備する10個連隊が配置され、特にサンコフスキー、少佐の第1540連隊は、12両の ティーガー中戦車と7両のフェルディナント自走砲を破壊し、うち10両はサンコフスキー少佐登場の SU-152 によるものとされ、ソ連邦英雄の称号を得たと言われるが、最近ではティーガーは追加装甲、シュルツェンを巡らせた、長方進砲合戦を5人、フェルディナントはドイツ軍突撃砲、自走砲を総称する代名詞ではないかという説が有力である。 事実、クルスクに放棄された本物のフェルディナントは、そのすべてがソ連軍により調査されたが、SU-152 に撃破されたものは、記録されていない。その一方、少なくとも、バンター1両が SU-152 により撃破された事実は、ドイツ側の報告で確認できる。本社の性能は、ドイツ新型重戦車軍と火力面でまともに、対決できるものであり、 対戦車線への投入、また、紫外戦では、重火力を生かした支援を中心として活躍したことは、間違いなく、8から12月に、連隊の定数も21両に増加、指揮官用車両量も SU-152 で、統一された。1944年4月のクリミア作戦や7の8月の、フィンランドガレリア地区への突破作戦でも活躍した。 本社は1943年いっぱいまで生産され、総数は670ないし704両と言われる。それ以降は、生産が切り替えられ、キロボルト重戦車に代わり量産体制に入った、伊豆重戦車の車体をベースにした改良型である SU-152 が生産された。その後、生き残った車両は1950年代、54年まで、 ソ連軍で運用された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。